大内持代は、室町時代中期の武将、守護大名。諏王、長門、武前、筑前守護大内氏の第十二代当主。第十代当主、大内義弘の子で持ち盛り、京介の二位。第九代当主、大内博世の子とする説もある。養子に乗り広。官位は、行部所有、修理大部、生後以上、十四にした。 十四以上。大内助。陽名は苦労。玄福寺に第四代将軍、足利義持より、変記の授与を受けて持ちよと名乗る。影響三年、叔父の第十一代当主、大内守美が、大友氏、小西氏と戦って、筑前で廃止した後、大内市内部では後継ぎをめぐって争いが起こった。生前。 森見は持ち世に家督と長戸を除く所領を持ち世の弟持つ左官に長戸を継ぐように遺言していたとされる。ところが別の記録では当初持ち森が大内家の家督と諏王国と秋国の一部の所領を継がせ持ち世に長戸国畜前国部全国を継がせ一族の大内光世に岩見国にマグンと長戸の一部を与える予定であったものが 室町幕府との交渉に当たっていた大内氏の重臣、内藤里市独が森見の遺志を持ち出して、持ちに大内家の家督を継がせ、持ち盛官に長戸国と二間軍、秋の一部を継がせる方針に変えるように幕府に申し入れて認められたとされる。これに不満を抱いた持ちは影響を4年2月10日に九州出陣中であった持ちの陣を襲って反乱を起こし、 万世を味方につけて、大内資料国の昭和に成功。持ち世は、岩見国の三隅氏を頼って逃亡した。しかし、持ち世は、国人衆の支持を背景にして、翌月には山口を取り戻し、持ち世、万世は、大友持ち家を頼る。第六代将軍、足利義則は持ち世を支持して、修理大部の関東を授けた。 一方、持ちよも幕府に働きかけて、大友千勝名と、菊池県庁をそれぞれ文語国と畜語国の守護に任命させて、味方に取り込む。影響5年4月、持ち森は、武前国で万オは、逃亡先の京都で打ち取られた。これに先立つ同年3月に、幕府から大友の知事か、将に密さだつ伊藤命令が出されると、九州に下校。 秋、岩見、伊予の国人衆や河野道常、大友千勝村と協力して、小児、三津草田、ひつぐふを討ち取り、大友もち家と戦い勝利して、勢力を拡大した。翌年に,に、小児、かより、大友もち家が再挙兵すると影響7年に再び、九州に向かい、北九州を平定、小二市を、滅亡寸前までに追い込み、 続いて、九州千葉市の内紛にも関与した。永京11年九州遠征を終えた餅代は、山口に帰還するが、大内市の勢力が急速に拡大していくことに、不安を覚えた、将軍、足利義則は6月に、餅代が、上洛命令に応じないことを理由に、秋国の所領を没収する。餅代は、永響12年に、足利義則に、将に、かより、京、 来兄弟との和睦を取り持ってもらうことで、小日子を存続させ、合わせて、自身も上落した。これは、小日子と同盟関係にある津島の宗始との関係悪化を恐れたとも言われているが、一方で、持ちよが、李氏朝鮮に対して、津島の割情と引き換えに、軍事同盟を結んで、小に、総領子を滅ぼそうと計画していたものの、 突然の殺害によって、立ち消えになったと言われている。当時、足利義則によって、一式義綱ら、時もち来が殺害される事件があり、持ちの身の上も危惧されたが、嘉き元年3月に、持ちが義則に反抗していた、伊母邸の義昭をかくまっていた、薩摩国の島津忠国を持ちが説得してその首を差し出させたことが、義則に評価されて、信頼を得た。 だが、この年の6月24日、赤松光介が、有機合戦の戦勝を祝いにと祝宴を開いたとき、もちよも吉則に従って臨席していたが、吉則は光介に暗殺され、もちよも重傷を負い、それが元で7月28日に死去してしまった。去年48、後を重廷で養子氏の範広が継いだ。死に望んで、赤松聖罰こそ、 最大の供養であると遺言したという。法名は、清志先人あるいは、長泉寺戸の道元聖広大禅城門。墓所は、山口県山口市の清泉寺。当主として有能なだけではなく、和歌にも優れた、教養人であり、親族古今和歌集には、多くの作品が残されている。ありがとうございます。